月面には何百ものクレーターが存在しています。しかし月が注目を集める理由は他にもあります。後にトンネルであることが発覚した珍しい巨大な穴の存在です。日本の月軌道船が月の天空港に関するデータを収集していたところで発見されました。天空港がトンネルへの入り口だったのです。空洞のエリアがあることを示す特定のエコーパターンを発見した研究者たち。穴の近くではさらに数個のエコーパターンが発見されているため、もっとたくさんのトンネルが存在している可能性があります。この大きなトンネルの中にはサッカー場丸々1個が収まってしまいます。不規則な形をしていて直径は130メートル。科学者たちは月の地下には秘密の洞窟、トンネルシステム、不思議な場所が眠っているのではないかと考えています。これらの場所は月面着陸した宇宙飛行士たちにとって格好のシェルターとなるでしょう。また月面コロニーにおける避難場所にもなります。月面上に3日以上滞在することができた人類は存在しません。これは月の状況が理由です。高低差の激しい気温、低い大気、月面上で放射線や激しい太陽光などから生命を守る磁場の不在などが問題と言えるでしょう。宇宙飛行士は宇宙服を身につけていますが、長期間にわたって保護されるわけではありません。しかし溶岩トンネルなら長期の保護が可能です。溶岩が冷めると後に厚みが増して固い外皮を形成し、溶岩の上に屋根を作ります。溶岩が流れ続け、ついに止まった際にはその管から液体が流れ出します。これによって空洞のトンネルが残るというわけです。地球にも溶岩トンネルは存在しますが、大きさは月で見られるものに比べると小規模です。ムーンツリーと呼ばれる特別な種類の木が存在します。宇宙ミッションの際に宇宙まで一度持っていき、地球に戻ってきた種から育てた木です。これらの木はアメリカで目にすることができます。地球は月に比べ大きさで 27%、 密度ではかなり上回っています。地球の重力も月より強力です。地球上で岩を落としたら月で同じことをするよりも早く落ちます。地球の68キロは月では11キロです。地球の周りにはたくさんの衛星が回っていますが、天然のものは月のみです。月は地球と火星サイズの惑星の大規模な衝突によって形成されました。時は46億年前、太陽と我々の太陽系が形成された直後です。衝突後、蒸発した岩の雲が地球の軌道まで上がってきて冷却して小さな固体の輪を形成しました。後にこれが集まって月となり、衝突の名残としてクレーターを残していったのです。月面に立っているとしたら、あなたの影は地球上にいる時より暗く見えるでしょう。光を飛散させ薄い影を作り出す大気が存在しないためです。木星の衛星の一つには何百もの火山が存在します。なかなか激しい爆発に見舞われることもあり、大気中40万キロまで煙の柱が上ることもあります。これらの爆発はこの衛星がさらされている異常に強力な重力が原因です。木星に近づいてから離れるとき、内部が緊張してから弛緩します。これによって異常なほどの火山活動に十分なエネルギーが生み出されるのです。衛星を持つのは惑星だけではありません。小さな天体が衛星を持つ場合もありえます。1993年、科学者たちは幅32キロの小惑星と幅 1.6 キロの衛星を発見しました。太陽の明るさに匹敵させるには40万個の月が必要です。月は太陽から得る光を反射しますが、だからといって月自体が光を発していないわけではありません。明るさは月、地球、太陽間の角度に影響を受けます。我々の月はおよそ地球32個分離れています。一番近い時で地球29個分です。暗く雲のない夜は月に触れられているような錯覚を起こすかもしれません。しかし実現するためには40万キロの移動が必要です。月には水が存在します。水たまりや湖とは言えませんが、月の極の近くにある一切光が当たらない部分に存在する氷の粒子です。水が月にたどり着いたのは
月と地球が氷を含む小惑星や彗星に頻繁に激突されていた時代の大昔であると科学者は考えています。このプロセスは月面上の氷の存在だけでなく、地球上の湖や海の形成の要因である可能性もあり得るでしょう。新しい研究によれば、月の内部にはすでに水が存在し、火山活動によって水が表面に移動したということが分かりました。つまり地球でも同じことが起こった可能性は考えられます。太陽系に存在する200個の衛星のうち、月は5番目の大きさを誇ります。木星の衛星であるガニメデが最大1番で、我々の月のほぼ 1.5 倍の大きさです。アポロ11号は初めて月面着陸を成功させたミッションです。この歴史的に重要な瞬間は世界中に放映されました。しかし当時オーストラリアで発生していた巨大嵐のおかげで放送が中断しかけたのはご存知ですか？月からの放送電波を受信するパーカー衛星放送受信用アンテナがオーストラリアに位置していたのです。月は完璧な円ではありません。どちらかといえば卵のような円形で、地球側の方が厚くなっています。月の回転が原因でこの形になりました。人間は満月で目が冴えてしまうかもしれません。研究では人は満月の時には眠りが浅くなって、眠りに落ちるまで時間がかかるという結果が出ています。明るさが問題なのではありません。月周期が体内時計に影響を及ぼすようです。毎年月の重力と地球の海の関係で月は地球から離れていっています。1年間で4センチ遠のきます。つまり6億年程度で月は地球から2万3500キロも離れてしまいます。この数字は適当に割り出したものではありません。2万3500キロとは皆既日食が観測できなくなる地点です。人類は数十年間月に足を踏み入れていませんが、月には風が吹かないため足跡は今もそのまま残っています。数百万年の間残っていてもおかしくはないでしょう。月は月面標準時間と呼ばれる独自のタイムゾーンを持っています。月では時間の流れが異なります。そのため月での1年間は12日に分かれており、各1日が1ヶ月と考えられています。この考え方は宇宙飛行士の月面着陸後に発案されました。月でのカレンダーは1969年にニール・アームストロングが月に降り立った瞬間を基準にしています。土星の衛星の一つには生き物に必要となる潜在的なエネルギー源が存在します。地下には海が存在し、地球上の特定の生命の生き残りを可能にする化学反応に類似した反応が起こっている可能性があります。月にはかつて活火山が存在しました。おそらく恐竜の時代です。溶けた溶岩が数十億年前に地表で固まり、これによってユニークなクレーターが生まれました。しかしこれらの火山は現在長い間休止しています。月ではアースクエイクならぬムーンクエイクが発生します。地球と同じように月にも変化を経験する地殻が存在します。地震は地殻が温まって拡張した際、または隕石の衝撃で発生します。ムーンクエイクは地球の地震ほど強力ではありませんが、月には振動を妨害するほどの十分な水が存在しないため、より長い間続く可能性があります。月は大気を持たないため、気温に幅があります。日中93度まで上昇しますが、月の極での気温はマイナス240度程度です。2019年、宇宙飛行士たちは不思議な宇宙現象を発見しました。月が太陽の目の前を横切ったのです。一瞬動きが止まったかのような素振りを見せてから、今度は後ろ向きに動き出しました。道路を車で移動していて、自分より遅い速度で移動している車を見た時と同じような錯視です。一瞬自分が進んだように見え、相手が反対に進んでいるような感覚を得ます。月の地殻の厚みは均等ではありません。60キロほどの厚さがある場所と、もっとずっと薄い場所があります。月自体の色が変わることはありません。太陽光が地球の大気を通ると月に反射してピンクや赤に見えることがあります。大気中に塵の粒子が送り込まれることがあり、これが太陽光と相まって
月をオレンジのような光で輝かせます。月には暗い側というのは存在しませんが、地球からは見えない遠い側が存在します。月は軸を中心として一回転し、同じ時間をかけて地球の周りを一回転します。そのため常に同じ方側のみを見ることしかできないのです。水星と金星を除き、太陽系のすべての惑星には衛星が存在します。水星の質量は地球より小さく、地球の重力の 38% と重力でも劣ります。つまり地球の45キロは水星では17キロです。弱い重力と太陽までの距離が近いことが理由で、水星は自分の衛星を持つことができません。衛星が存在したら、おそらく水星自体に激突してしまうか、太陽を公転し始め、最終的に引き込まれてしまうでしょう。金星も太陽に近すぎるため、自分の衛星を持つことはおそらくありません。